持ってきたよ。ありがとう。行くぞ総北、うん、最後だ。最後の日まで来た。6人で全員で繋いできた。奇跡を信じるか。いろんなことがあったよね。1日目スプリントラインを箱根学園に通過して、手島さんが上りで戦うことになり、鳴子くんが参加した。でもここでも勝ったのは、学園はファーストリザルト、山岳リザルト、そして1日目優勝と、2日目はスタートしてすぐに鏑木くんが遅れて、その間にまた箱根学園でスプリントに勝利。2日目最初にゴールしたのは京都伏見の御堂筋くんだった。チームがインターンハイの朝、今年の総合優勝だ。もし最終ライン前誰かが数センチの差で競うことになったら、その思いが背中を押すはずだ。行くぞ総北、最後のレースだ。スタートまで残り10分です。いよいよだな。ああ見ろよ、みんな気合が入ってる。ありがとう。頼むぞ小野田。はい。すぐに追いつく。小野田さん、始まった。3日目最終日が。第2集団準備スタートです。行くぞ箱ヶ崎、王者奪還に向けて。行くぞ総北。さーて、箱ヶ崎さんやスカシにばっかり目立ってもらうても構わない。平坦のうちに合流できれば展開は楽になる。頼むぜ、早めに来てくれよ小野田。追いついたよ。やっと。早いっすね足木場さん。3年生エース足木場さん。箱ヶ崎動いた。クソ、そりゃそうだろうな。見えた、今泉君。足木場さんが追いついて。待ってて今泉君、すぐに行くから。上りに入った。追いつく先頭に今泉君に。俺がお前を待ってペースを上げられないのも、御堂筋と協調しないことも読ま。俺の後ろにつけ。景色は見るな。俺のギアとケイデンスと荷重移動をそっくり待った。決めろ。今から時速90キロまで上げる。キュッ。よし、くそ、速度で曲がってる。こんな速度で曲がったことない。でも今泉君に動きを待ってて。コーナーがすぐ来る。ギリギリがすごい早送りみたいだ。さて、ようやく見えてきたぞ箱根学園。俺はきっちり80キロまで上げて、それ以上で下ってきたってのか総北。2対2になった。これ以上やっても消耗するだけだ。何なんすかこれ。協調だよ。2、4人より8人、人数が多いほど楽に早く遠くへ行ける。俺たちも箱ヶ崎もなるべく早く先頭に行ってチームを揃えたいんだ。なんだこのドリームか。敵だった人たちと同じレースで味方として走る。しばらくは大丈夫か。ここまでは順調だ。どうして箱ヶ崎や総北と協調しなかった。ねえ山口さん、これほんまに作戦通りなんですか。そうは雄太か。雄太ならおとなしい走る。必ず完遂してみせる。このフェイズ